はい、皆さんこんにちは、あちでございます。ひいさんで三国志13やっていきましょうね。私平原来てんだね。ああ、そうかそうか。あれだね、ちぎりできたんだね。ああ、ないわ、ここないんで、どこまで行こうか。南平行こっか。行くか。もう5人しかいませんもんね、南平もね。入った。はい、萌えがいるようだなと。じゃあね、お、ちょっと酒場のどっかい？敵さんとこだからね。ランスでうまく見落としそうになと。賃貸さん、ね。聞いてくれ。ケンアンどこだ？ケンアン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 ？あたしんどこだ？もう大抵あたしんどこだ。おお、そうか、ケンアン。わけない、そう、ケンアンか。しまったね。さてて、あとは、うわちょっと。あ、女室さんもいるんだね。ちょっと賃貸さんって行こうか。よくぞ来てくださった。はい、談話しましょう。ありがたい。はい、さあ、ここあるかな。あ、ないわ。ないね。投与できる？できないよね。皆さん100だもん。そうだね。あとは、あ、まだやってたんだね、これ。大丈夫かな。じゃあね、お次は中山、えらく遠いとこまで来たね。行くか。あ、もう冬になっちゃった。早い。はい、ひいさまた。はい、どうぞ。はい、報告します。はい。おお、誰もゼロ。目立つ動きしてないってさ。何見ようと思ったんだろう。まあいいや。はい、中山入りましょう。入った。あ、もうお金が10万超えちゃったよ。いっぱい買わないとね。あ、買えない。贅沢だね。こんなリアルでなってみたいわ。買いたいけど買うもんがないってね。はい、ガタンさん。もうガタンさんいい年だよ、これ84ぐらいじゃない。いや、違った、69だった。あれ。ガタさん、もうちょっと年いってたと思ったんだけど。感謝する。もう一人だもんね、ここね。え、あ、名品売ってないね。あ、そうか、中山裏手だから前線じゃないから一人なのか。うわ、一人。ここはさすがに。でもここでも6人しかいないんじゃない、これ。1、2、3、5人だよ。で、信用は、ああ、よ、そう、もう義母ボロボロだね。いやー、義ボロボロだわ。行くか。5の方が怖いね。はい、もう絵がいるようだと。いやー、ほんとこの三国定律はちょっと大丈夫かなと思っちゃうね。何かありましたか。はい、談話しましょう。感謝します。はい、曹操さんだね、今向こうの君主はね。あ、曹君さんだね。曹君さん、頭悪いんだよね、この人ね。武力一辺倒の人の感じなんだよね。あ、ちょっとごめんなさい。あ、ごめんなさい、ちょっと咳込んじゃいました。あ、ちょっとごめんなさいね。あ、ごめんなさい。さっきもね、マイクちょっとミュートにしてよかったんですけど、できなかったんで、ちょっとスピーカー割れちゃったらごめんなさいね。あ、変えた。変えたね。あ、はいはい。これなんて読むんだろう。大関東。大関東なんだね。これはもしや、カヒナが大佐と。じゃあちょっと、孤立さんに会っていきましょうか。わざわざすみません。あったわ、さっき。もうそれすら忘れてます。ありがとうございます。もうね、ちょっと前にやったことも平気で忘れちゃうんでね。さあ、じゃあカヒナさんのところに行きましょうか。向かう。うわぁ、なんかこれあれだね、悪いやつ主役いう感じだね。なんか本当にそんな感じがしたね。芝園さん悪い顔してるわ。さあ、誰に行きましょうか。お、姉さん行けるんだね。
30日で行けんの？あら、入った。ちょっと待ってね、今ね、この人どこにいる人？あ、近いっていうのもあんのかな、同じ官僚にいるからね。そんだったら新種じゃなくて会えばいいのにって思うんだけど思うんだけどね。さあ、カヒノさん会いましょう。これはヒードの反対にいただいてた。はい、カヒノさん入りましたね。あら、あれ、新速前9になってる気がするんだけど、これひょっとしたら持ってるアイテムで9になったからまだまだ上がるのかな。なんか前もそんなのありましたね。あ、文化だ、文化、文化だったよね。多分アイテムで9になってんだけど、実際の値はまだいってないというような感じなのかな。次は王なんちゃらさん、あったご用件を伺いましょう。いや、もうこの人はまだちぎらないような感じですね。ありがとうございます。この人じゃなくて、さあ次の人は誰にしましょうか。え、若い人いる？いないよね。旅隊さんの次で、なんだっけ、あ、関係だわ。あ、異形の人がいない。異形の人が全然いないね。あ、僧侶さん、この人まで行っちゃうんだね。館中、遠いな。館中まで行きましょうか。館中、館中、館中、ここだね。あ、不在？あ、そっか、私出してんのか。あ、でも行っちゃいましょう。向かう。いや、意外にあれだね、年配の方行ってないんだね、あれが。行けになってないんだね。なんかあったかな。なんもないね。ココさんとシンコさんの協力で農業が上昇ですもんね仲いいな、あの二人は。はい、特に別にないですね。さすがに館中向かうまで終わるでしょ、これ。あ、終わってるわ。分かりましょう、解散ね。お任せあれ、報告します。はい、安定で農業に行ったらどうぞ。構わん。あ、今の子が、こっちは大変だけど、今の人が清流円月と思ってんだね。確かね。さてさて、商売にて文化が高め天満台がと、商兵回復速増中が、商兵回復加速か、中が加速、商兵回復加速なんだね。商売において導入と、感染強化台が効果にと。おや、そこにいるのは、失礼いたします。うわ、あんた好きだね、本当によく出てくるね。もう何もしないのに61まで行ったよね。3回目ぐらいかな、もう会うのは。うわ、三女姉さんいいね。次は、あ、まだまだいけるよ。19日とかいるよ、これはあ、早いね。じゃあ行っちゃう、行っちゃう。はい、お姉さん何報告します。あ、お姉さんじゃなくて神様だね。はい、館長入りました。さあ、よくぞおいでくださいました。あなたは書物興味だけど関係ないよね。これはこれは大層なもの。はい、と、じゃあ次だね。はい、あ、おばあさんですけど、まあいいでしょう。情けないことになりました。引いてくれますか、引いたなと。なんだ、あ、駒使いか、久しぶりだね、駒使い。一時駒使い出てたのにね、すごくね。はい、じゃあ常用の調査ね。常用、遠くない？行くか。ここのか。あら、遠い方選んじゃったんだね。はい、なんだい？報告します。安定で農業に。ああ、ココさんだね。よかろう。お、これは報告します。女優で農業投資と。はい、よかろう。あ、修士さんもあれになったんだよね、異形になってんでね。おや、そこにいるの。失礼いたします。おー、個性さんね。これは個性さんじゃなくて個性さんかな。サイって読むんだよね、確かに。ここら辺の人は早いね、本当に。
19日ってめちゃくちゃ早いね。はい、じゃあ、お兄さんもう一発いっとく？あ、トーキンさんはちょっとね、慎重になってきました。あ、あら、あ、お姉さんいたね。あ、まだまだいけるわ。あ、そうだ、牧羊子さん。牧羊子さんいるんだね。あら？姉さん、病気になってる。やばいな、これ姉さん。姉さん、やばいな。あ、牧羊子さんと言っとく？言っとこ、言っとこ。これ次の春が怖いな。はい、女優入りましょう。小瀬さん一応やっぱご足労感謝いたします。見た目と声が合ってないね、この人も。この恩義忘れません。はい、じゃあねと調査します。お、ちょっと待って、物変えたら買っとこう。はい、もうずっと権威だからね。お金がたんまり入ってきて仕方がないね。かといって今他のなったところでっていうのもあるんですよね。あ、超欲さんがね。誰？はい。はい。あ、ボンか。あ、ボンばっかりだね。うん。うん。うん。あ、ボンだね、これ。あ、ボン、ボン、ボン。いや、これはボン1個空いてるっていうことだからちょっと怖いね。長役さんに言っておきましょう。ああ、だったらこれ、人事でぐる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 回した方がいいんだね。人の集まりをね、ゴンゴンゴン変えてる方がいいって言えばいいんだよね。絆の濃い人にね、対して。俺の言うこと聞いてもらうからな。この私を説得しようというのか。ちょっと記録が120になっちゃった。面白い。もう無敵だね、これね。どういきましょうか。あれ、あー、大丈夫かな。だーしかし、あれだよ、本当に。そうか、もう裏書いてきたな。どういこう、これ無視しちゃおうか。そりゃ違えんじゃね。記録125、50に対して無視するんですもんね。よもそれだね。はっはっは。そっか、そりゃそうだ。はい、ああこれかな。話の前提が間違っていよう。はいはい。以後論戦などはせぬことだ。はい、語るのってのはおとなしく家局を返せさもなくばった。で終わったので総予算かな、行きましょうか。行くか。おい、そこの方ね、絶世何回やってんだろう。もう限りなくやってるね。少しこの私を説得しようというのか。面白い。はい、どれで行きましょうかね。あ、また虫かい、これ虫だな。もう一発で沈めてやる、本当に。あ、もうこれだね。事実このようなことが起きて。しかし、いや本当しかしだわ。しかしだね、本当。ええ、大反応出ちゃう。しかし、ちょっと待って、負けんの？そうか。私負けんのかい。いや、なんとかなったね。なるほど、そういう見方も。これで何も発言できないと。いやー、なんか全然、私全部バツじゃない。無視。事実このなんだろう、この存外楽しめたぞ。全然楽しくなかったね。存外楽しめたぞって言ってましたけど、全然楽しくなかったですね。すごい、なんか、トラウマじゃないですけど、ストレスになったね。はい、ヒードの戻られましたか。その手にあるものやーと。
はい、そう、こういうはね、農業を渡しました。さあ、あと何？お次誰？あ、そうだ、もういい時間になっちゃったからね。まず、道具を確認しましょうか。特別ないですね。ああ、姉さん、体調回復したわ。お、養蜂さんも回復したね。ああ、ご飯さんが悪化しました。そうだね。そうだね。で、あとは、部署ね。まあ、誰も来てないよね。そもそもなんで姉さんが一番トップに来るんだろうね。これがよくわかんない。あ、そうだ。あと、あれもあったね。ですから、個人で、年齢は全然、もう、知ってる人ばっかりです。ね。そうだね。じゃあ、あ、違ったね。武将でね、軍事前見たよね。官職も見たね。私、意外に下なんですよね。ね、この大尉なんで。で、あ、そうだ。兵訓練まで見たね。次は、これ何？将棋は一番トップの人。孫権さん、レベル7。え、レベル7の人しかいないの？レベル9いないんだよね、将棋は。エリクソンさん。で、私。人数少ないからなんでしょうね、これね。ちなみに回すと。あ、誰もいない人いるから、これは見てもあんまりあれだね。農業。あ、私だ。うわ、何これ、レベル9。私がもう、追随を許しませんね。文化。これも私だ。訓練も9なんだね。ああ、当該さんや抜いて、当該さんとか抜いてるよ。教員さん意外に7しかないんだね。そうなんだね。巡察、私だね。ああ、リクソンさんもすごいね。で、今、巡察見たのかな？あ、そうだね。巡察、あ、違うね。違うね。今、訓練見てたのかな？で、巡察、私だね。切羽、私。で、交渉、私。で、弁術、私。すごいね、ヒーさん。人徳、レベル3が一番上なんだね。やっぱりこの親父がすごかったんだよね。ボンの親父がすごすぎたんだよね。あ、うちの娘っ子、すごいんだ。しかも、新参希望持ってるしね。で、私2なんだね。え、人徳持ってるとこんだけしかいないんだね。義援さんが人徳持ってるってなんかおかしいんだけど。ああ、あとこれあれだね、これボンの子だったよね。ほえ、あ、そうか、ボンとちぎったからか。創設さんもあるんだね。ああ、激勢さんもあって、へえ、そんな感じなんだね。じゃあ次イフ見ましょうか。あ、芝園さん7、そんなイフあんのかい。で、孫権さんね、ギンさん、ソンハさん、リシさん1あんだね。アブオンさん、ネイさん、チョウホさん、カントさん、リュウヒさん。で、訓練よくわかんないんじゃないけど、なんだろう。すごいね、竜があって、キリンのリンがあるよね。竜城なんとか。よくわかりません。これ何がどうなのかわかんないもんね。よくわかりませんね、これはね。重心特性。いや、これ見たところでね。これ見たところで何なのって話になっちゃうんで。あ、構成無視、今1人しかいないんだ。新参規模は2人。1人は私の娘っ子だね。実質1人だね。ほー。あ、遠征補佐は1人だけ。しかも芝園さんだね。もうあの、あれいないんだね。軍事であの、持ったら勢いが、あの、馬中さん。ああ、馬長さん。長恩さんも持ってたっけ。で、加工藤さんも持ってたよね。あれいないですね。特技に。おお、新速。私。私だね。で、あ、こっからは次回にしましょうか。特技には次回にしましょう。じゃあ時間の方がよろしくなったので、この辺で終わっておきましょう。ひいさんの三国志13終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。